トラディショナルサクセションやアーキテクチャとは、バナキュラー建築のような各国、各地域、各民族の風土に根ざした伝統的な様式、衣装、色彩を継承、採用しつつ設計、構造デザイン的に昇華させた現代の素材、広報による模倣建築のことで、日本ではアジアのエスニック調のビルとまとめられるものの多くが、これに含まれ、 歴史主義建築のより土着的な要素を強めたもの。カンボジアの建築家バンモリバンが1950年代より、クメール様式を取り入れた建築を、クメールルージュ政権下の文化浄化の時代も含め、実践してきたことに、各国の建築家や、行政の都市計画担当者らが共鳴し、アセアン遺産公園の会合などにおいて2010年代に、 入る自然発生的に用いられるようになった造語。植民地支配の歴史があり、その象徴としてのコロニアル様式からの脱却を望み、経済成長により建設ラッシュのアジア新興国で注目されており、古都や風地地区、美観地区などにおける開発による景観破壊、都市環境破壊を最小限に抑える効果があり、耐火建築物であることから防火壁としての役割も、 担う。また、強度の文化的空間、文化的環境を形成し、景観生態学、人間居住科学の理にかなっているとされる。世界遺産の査定を委任されていることで知られる、国際記念物遺跡会議が採択した、歴史的都市外区保存検証にある、歴史地区の発展と現代生活に調和的な、適合なために必要な諸措置の一策と捉えられる。 同様にアイコモスによる遺産の開発を予するためのパリ宣言での地域が内包する遺産の保持と再利用を促進し無秩序な都市化を防ぐ建物の普及社会文化的環境への適合既存の遺産に新たな用途や機能を持たせ利用者の現代の生活水準を調整する建物世界遺産の申請性を定めた申請性のなら文書を保管する アジア地域の文化遺産保存の代表的指針である、ホイアンギ定所での都市住民が生活感を維持できる場所、文化的空間を確保するための景観整備、信仰や冷静など精神を伝承するための容器としての近代的な建築環境なども該当する。日本では景観法の準景観地区において、携帯衣装として和風の建物にすることを奨励している。 戦後の高度経済成長期に建設された文化施設に和の趣きを取り入れたデザインが多く、その後の建築にも影響を残している。前述の京都迎賓館のコンセプトは、現代和風だが、日本では公共建築物以外に民間の商業施設や企業者屋さらに個人邸宅に至るまで自発的な取り組みとして、 和風モダン建築を取り入れている光景が各地で見られる。2020年東京オリンピックに向け建て替えられる国立競技場は熊健吾と体制建設などによる A 案に決まったが伊藤と三浦による B 案ともども森のスタジアムをコンセンプトに木材も併用し日本スポーツ振興センターが示した我が国の気候、風土、伝統を 現代的に表現するという考え方を反映しており、寺院を連想させると海外から高評価を得ている。特に京都は古都保存法や歴史まちづくり法の適用も受け、厳しい景観条例が敷かれ、景観工学的に注目されており、文化財保護法の重要文化的景観では、文京地区景観として岡崎公園が含まれ、 その中には国内におけるトラディショナルサクセション、アーキテクチャの先駆けとも言える京都市美術館などがある。さらに、京都市上質宿泊施設誘致制度の制定により、外観に和のテイストを採用することで、景観規制地区への宿泊施設の新築を容認するようになった。京都の現代和風建築近代建築に関するルコルビュージへのアテネ検証では、新築建物の立地が、 歴史的な土地であるからと過去の様式を強要するのは間違いであるとあり、ユネスコの歴史的都市景観の管理会議の条文でも疑似歴史的デザイン形態は避けるべきとある。中国で増えている奇抜長い間のアイコン的建築は風水思想や花夏衣装を取り入れているが必ずしも既存景観に溶け込んでいるとは言いがたく批判も多く、ついに中国政府が規制に乗り出すことになった。 トラディショナルサクセションやアーキテクチャはテーマパークのような使われ方を除き正当な歴史や文化が伝わる場所に建てられてこそ意味があり例えば中国では各地で富裕層相手の高級住宅街に象徴的にエッフェル塔が建てられるなどしているがこうした模倣建築はエープアーキテクチャバイ,イエローモンキーとヤユの対象となりオリジナル建築物周辺の植生など 自然環境まで導入する擬態建築は再現地域の生態系への影響が指摘される。これらはアウト・オブ・プレイス・アーキテクチャーと批判されている。日本では自社や城郭といった和の様相の建物に代表され、地域のシンボル的なランドマークにはなっているものの、文化財としての整合性から景観法の景観重要建造物にすら指定されていない。特に神社に関しては、 木造が望ましいとの伊藤忠太の主張や、伊勢神宮の式年遷宮に際し、文明開化にふさわしいコンクリートにしては、都の明治天皇への提案に、粗相建国の姿を守りたいと答えていることに、伝統建築の素材へのこだわりが伺える。また、修正材の登場や、建築基準法の改正による、大規模木造建築の許諾により、コンクリート建築物である必要性が薄らいでもいる。 ありがとうございます。